どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。新名なーに始まりました。よいしょ。吉本新喜劇新名ちゃんでございます。よろしくお願いします。さあ早速今日のゲストは服部秀子ちゃんでございます。また来ちゃったよ。よろしくお願いします。さあね、月に一度の、まあ、今回はね、秀子ちゃんちょっとね、はい、ランキングトークではございません皆さん、はい、ちょっとね、皆さん知ってほしいということで、はい、こちらでございます。宣材写真が新しくなったザインでございます。素晴らしい。これね、皆さんホームページ見に行ってください。これね、ちょこちょこ見に行ったら変わってますから。ファンの方は意外と気づいてくれますよね。そうやね、気づいてくれるんですよ。そうなんですよ。で、今回ね、この4人がちょっと新しくなりました、宣材写真。まず森助くん、ね、そして住吉大和くん、そしてサメちゃん、そしてひでこちゃんということで、はい、今回4人ということでね、はい、これ何やら、なんかひでこちゃんちょっとまず聞いていいですか。そうなんですよ。あの、変わる時ってね、はい、まあ110人ぐらいいるじゃないですか、はい、結構3分の1ガラッと変わったりとか。そうですね、全員一気に取ることはできないので、うん、ちょっと分割してね、分割でね、何人かでこう変わっていったりするんですね、うん、そうそう、20人、まあ30人とかそんなに変わっていくんですけど、はい、今回なんとこの4人がなんか、そう、ある時見たら変わってたんで。少ないですよね。そうですよ、これ何かあったんですか。これはこれはですね、うん、夜中の夜中の12時半ぐらいに、はいはいはい、マネージャーから LINE が来まして、はいはいはい、あの、宣材写真を撮ってもらえることになりました、うん、ああ、いいことですね、はい、これは僕らからしたらありがたいことですね、これね、はいはい、自分で行ったらいいんですけど ね、自分で撮りに行ったらいいんですけど、はい、まあ、会社がやってくれるならちょっとね、こう無料でやってくれるので嬉しいですね。メイクもしてくれて、ね、はい、いい写真で撮ってくれますから。そうですよ、はい、そうですよ、はい、この夜中に撮ってもらえることになりました、はい、ほう、ちょっと変えた方がいいんじゃないかなって思う人にお声かけさせていただいてます、はい、なるほど。どうですか、はい、それが、その夜中の12時半に来てて、うん、その次の日なんですよ。次の日ですか。って言ったら、はい、急ですね、えらい。もう、はい、ほんと、次の日、うん、撮れますと言われて、はい、でもまあ、じゃ あの、せっかく撮ってもらえるんだから、そうやね、まあ、うん、いいかなと思って、うん、名乗り出たのがこの4人だったんですけど。あ、そうなんですね。次の日なんでね、うん、もう服がないわけですよ。そうです。こういうのもちょっと今回聞きたかったんですよ。僕たちは、まあまあ言うたらジャケットとか、そんなんで、ね、まあ、もう持ってる服で、男子は結構そうやと思うんですよ。男性はね。まあ、スーツかジャケット羽織ったりとか、ある程度なんか持ってるシャツとか、自分に合ったようなカラフルなシャツで、全然いつでもポーンっていけるんですけど、女性は今まで僕、な1ヶ月前とかに服見に行って、いろんなショップ行って、買いに行ったりとかしてんのかなと思ってたんですよ。でもそうな女性は。そう、なんかもう夜中 の、うん、あの1時、2時にもうクローゼット朝着なくって、どうしよう、どうしようと思って。自分に合った服言うて。そうなんですよ。で、うん、あの、やっぱ宣材写真なので、オーディションを受ける時とかに大事なわけですよ。うん、そうですね。それで印象が決まって、ほんまそうです。一次選考とかあるわけなので。そう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 。なんかよりちょっと、うん、まあ、女性で言ったら、うん、ちょっと明るく見えるような色の、はい、服の方がいいですし、そう、いいよね、うん、で、あとはちょっとスタイルがね、うん、程よく見える方がいいと思うんですよ。あ、そうなんや。ラインがちょっとこう、あ、見える方がその人のスタイルが分かりやすいので、はいはいはい、全体写真としてはいいんですけど、はいはいはい、どうしようどうしようと思っても、もうそこにある一丁ら、うん、で、私の持ってる、うん、その時持ってる服で一番スタイルのよく見えそうな、うん、そして明るい色を選んだらあれになりました。へぇ、そうなんや。そうなんです。へぇ、中条さんみたいな色やろ。ですよ。すごい迷ったんですよ。なんかミルクグリーンみたいな、なんか、はい、ちょっと待ってください。ミルクグリーンとは言わないです。あ、言わないですか。何色？初めて聞きました。何色ですか。抹茶ですか、あれは。じゃなくて。渋すぎるでしょ。ピスタチオグリーンですよ。あ、ピスタチオグリーンって言う。何ですか、ミルクグリーンって。いや、なんかちょっとあの、なんか、あの、なんやろ、牛乳感あるような。かわいいけど、ピスタチオグリーンです。あ、そうなんですね。まあ、私はまあなんとかこう、うん、まあ、良さげな服があったんで、はいはいはい、まあ、今回はこれでいいやと思って撮ったんですけど、うんうん、サメちゃんですよ、問題は。はあ、何ですか。サメちゃんも、うん、あの、写真撮影した時に、うん、一緒に会って、うん、はあ、うん、ひで子姉さん、服がないですって言ってなるんやね、やっぱ。言ったら、このちょっとこう、ブカッとした私が着てるようなやつのワンピースみたいな、はいはい、ワンピースのストライプのやつを着てきたんですよ。はいはいはい。で、私が見ても、なんかこう、ストーン、ズドーンみたいな感じで。あー、サメちゃんが。サメちゃんが。確かにサメ、ちょっとそれ、ちょっと危険な匂いするね。あ、そうなん、あるや。はい。へー。どうしましょう、でも防護服がなくてっ
って言って、でそしたら女性カメラマンだったんですよ、はいはいはい、で女性カメラマンの方が、あ、じゃあこうしてみたらどうですかって言って、このワンピースのここをつまんで、後ろでピンで止めて、あ、そんなんしてくれんねや、はい、でちょっとこうシュッと、あ、それ見えるように体型が、はい、なるほどっていうね、裏技使ってるんですよ、すごい、だからよく見たら、あ、ちょっとサメちゃんのは分かんないですけど、あの完成した写真をね、あの見たらね、安全ピンがちょっと写ってるんですよ、そうなんやサメちゃんは分かりませんけどってことが、何枚か見せてもらったんですけど、ああそうなんや、 あるんですよ、宣材写真選ぶときにね、もう十何枚ぐらい撮ってくれるんで、いろんな方向とか真正面とか、はい、でそれで、なるほど、何枚かのやつ見たら安全ピン写ってる、安全ピン写ってんねんこれはおもろい裏情報ですね、これは、そんなん知らんかった、絞ったらすんねや、そうなんです、なんかね、でこう、なんとか機器を出しまして、はいはいはい、でも女子チームは、まあ、私、サメちゃんと仲いいんで、あのこう日本酒会、はい、やってますよね、岡田直子さん、ちゃん吉岡智美ちゃん、サメちゃん、私の4人で、日本酒会っていうグループ作ってまして、はいはいはい、そのグループラインに、ほうほう、ある程度絞った、こう写真ですね、はいはいはい、完成してきた写真を、あ、なるほど、6枚選んで、グループラインに投げかけたわけですよ、1,2,3,4,5,6 どれがいいですか、おー、なるほどね、これは大事やね、日本酒会の恒例行事なんですよ、あ、そうなんや、宣材写真新しくするときに、このメンバーで先行するんです、投票制で選んで、おもろ、なんかマネージャーさんもね、何個かこう、これいいんじゃないかってつけてくれてるんですけど、そう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 、印ね、つけてくれるんですよね、結局自分がいいって思うものと他人が見ていいって思うもの、結構違ったりするので、そうやね、ほんまに、で、みんなで決め合って、4人で決め合ったあの写真になりました、ね、そうなんや、住吉くん、大和くん、いや、大和くん、皆さんこれ見てください、マジで写り僕めっちゃいいと思う、めちゃくちゃいいですよね、めっちゃいい、ただ、めちゃくちゃ緊張してたんですよ、あ、そうなんや、私もここいたんですけど、もうあの、就職活動のなんか面接かってぐらい、もうずっとカチカチになって、ちょっと緊張ほぐれるまで大変だったんですけど、ほんまに昭和ぐらいの感じが来てたもんなオールバックで初めてちゃう新劇場にオールバックでだいぶ昔に太一郎とかやってたかなっていうぐらい、あのヒロ兄さんがいます、あ、ヒロ兄さんヒロ兄さん、そうか、センスをこうしたヒロ兄さん、あ、金髪でせやせやせや、うん、白のスーツで、めちゃくちゃ緊張してたんですよ、あ、そうなんや、いい写真ですよね、いい写真、森助もめっちゃええと思う、俺ほんまキャラ出てる、いい写真、森助さんも写真撮っててめちゃくちゃ緊張してたんですよ、はいはいはい、で、周りがこうサメちゃんとかもいて、ちょっと緊張してます、もっと笑って笑ってとか、こうモニターチェックしながらね、いやもうわし、もうどうしていいのか分からへんわって言いながら、なんか顔引きつってたんですけど、でちょっとほぐれてきて、で、モロさんがね、はい、通りがかりのモロさんが、あ、モロミザとか、はい、あ、なんか撮ってるやんけって森助さんとかに来たんですよ、で、もう困難してみたらどうとか、困難なんか手つけてみたらみたいな、ね、そうそうそう、あるよね、さんみたいにとか、今ウェブさんこうやってやってるからね、で、やり始めてから、やっぱ森助さんらしさが出始めて、出たよね、写真めっちゃ出てると思う、はい、で、ああいうちょっと表情もいい感じの、いい感じ、写真が撮れたんですよ、あの服もいいよね、超ネクタイ、可愛らしい、あれめっちゃ森助っぽいもん、森助さんも一丁らがなくて、それはね突然だから、前日で突然言われて言っていいですかね、あの、高関くんが着てた NGK の衣装を着てるらしい、いや、まあまあまあいいんじゃない、でも大月衣装さんも喜ぶんじゃないそれは、はい、それで潜在写真撮ってくれたっていうの、私が高関くんの着てるんですよ、あ、蝶ネクタイもついてたかな、そしたらそれは、どうやったかな、そこは蝶ネクタイ自分で持ってきたかもしれないな、もしかしたら、いいね、森助はいいよ、だから、僕この潜在写真でいうと、皆さんこれ吉本新喜劇の在のこう紹介のホームページ見に行ってもらいたいんですけど、もう今ベップさんが壁をぶち破ったと僕思ってるんですよこのね、ハートの、え、ちょっと待ってください、今ベップ兄さんと玉代姉さんどっちが先、あ、それは玉井姉さんちゃう、ああ、どっちやろ、でも玉井姉さん昔からあんなんしてたかもしれないね、あ、こうなの、それで言うたら多分今まではそれで、まあ玉井姉さんもまあ大ベテランの方やから、はいはいはい、だからそれもっと昔で言うと、うんうんうん、それ桑原師匠しかしてなかったよ、ああいう手のやつっていうのは、こう
これあーかわいいでしょ、これそう、それ以外やっぱりみんなこう硬いとか、ね、2個だけとかだったんですけど、これはないと思うんですけどこんなんとか、うんほんま小学生の入学式みたいなやつはそれ言いないですけど、だから今ベップさんがこれをね、壁をぶち破ったと、確かになんか森助もああいういい表情でやってたと思うんですよ。だから信濃武雄くんもね、こうやってここにピント合っちゃってるっていう、これね、あれも武雄兄さんが撮ってる時も私いました、うん、あー、そうだよおもろいよね、あれ、武雄のやつも。もう完全にここ泉進次郎さんのキャラクターになりきってますもんね。そうそうそう。だからあの、うん、松浦兄さんのあれも良くないですか。あ、いいね。ここギター。そうやね、ギター。ギターがここら辺にあって、うん、相方ですぜ、みたいな、はい。いいよね。笑顔も素敵だし。で、ひでこちゃんとね、はい、この宣材写真で、まあね、他もちょっとトークしたいんですけど、はい、このやっぱ気になるというか、はい、あの、逆にずっと変わってない人とかもやっぱ気になってくるんです、これ。シャーヤンさんとか、シャーヤンさんもバックちゃいますからね、水色ですから、もう後ろがどうで撮ってんだあれはっていう、はい、そう考えたらシャーヤンさんもこうしてますよね。そう、こうやってんね、メガネこうしてますね。そうやっぱ手の動きいいよね、あれ、シャーヤンさんっぽいし、あと、まあ僕らでいうね、4個目入団した清水健二さん、これダブル清水がね、ずっと変えてないんですよ、皆さん、ね、ホームページ見てください、清水健二さん、清水博之、ずっとこの二人変わってないんですよ。ほんまですね。潜在写真。で、シミニーなんて、あの、うん、出会った時そのままですもんね、あの写真。そう、そのまんま。だから、フロントストーリーさんがコンビ解散して、多分清水さんが一人でピンでいろいろ活動してあった、うんうん、MC とか、うん、MC 業とかやってあったんで、その時の潜在写真をずっと変えてはらないと。ってことはもう14年前、うん、4、5年前ですよね。20年ぐらいあるかもしれない、もしかしたら。シミニー変えないんですかね。いや、変えないんじゃないですか。まあまあ、うん、かわお変わりなく若いですもんね。うん、だから遅れしようみたいな感じにしようとしてるんでしょ、多分。遅れしようもずっと変わらないですから。ずっと変わらない。ずっと変わらないですから。遅れしようと柳浩二しよう、うん。はい。そして清水健二さん。このお三人さん多分ずっと変わってないと思います。これもね、皆さんね、あの、気になりながらいつ帰るんだろうって面白いですね、気になりながらこれ見るのも楽しみの一つですよ、ほんまに。なんとこれね。はい。2枚3枚ある人がいるんですよ。なんだと？そうなんですよ。で、3枚あるのが松浦恵子ちゃん、はい、あバレエの格好、そして普通の松浦恵子ちゃんで、バレエの全身の、はい、あ、こういうね、ちょっとこう、そう、大好きの時なんですけど、いいですね、これ意外や意外、はい、桜井正人くんがなんと2枚あるんですよね。これちょっとびっくりしますよ、皆さん。なんで？どういう写真ですか？意外なんですよ。いや、2枚ともほぼ一緒桜井は桜井なんです、はい、ただ服装がちょっと違いますラフなシャツ、おしゃれなシャツのパターンと、はい、ジャケットみたいな、まあ、スーツみたいなパターンが多分あれは多分僕は勝手な想像ですよ、桜井くんちょっとまだ聞けてないんで、はいはいはい、多分 DJ モードの桜井正人だと思うんですよね。ジャケット羽織ってる時はほうほうほう、これね、これぜひ見に行ってみてください。これはちょっと見てみます。これはね、こう桜井正人の2枚は面白いですよ皆さん、ぜひいじってやってください。知らなかった。面白いですよ。なんかね、バストアップと全身とかだったら分かりますけどね。分かります。バストアップ2枚です。バストアップ2枚。2枚ですから。はい。同じしっかり線たわけです。あ、この、笑顔と真顔とか、はい。笑顔はもう全く一緒です。一緒、はい。ちょっとセンター分けの髪型をしっかり見てください。桜井正人のファンの方、ストレートの時とちょっとゆるふわの時がありますから、これはね、面白いです。これをそれどう使い分けるんでしょうね。ほんま DJ の時じゃない、うん、うわ、今度聞いてみようね。ぜひね、気になりますから。あの、千葉さん、あ、千葉兄さん、うん、千葉兄さんが、うん、メガネをどのタイミングで撮るかがちょっと私気になるところ。そうやね、千葉さんの潜在写真も気になるんだよね。ちょっと今後追っていきたいところですね、うん、いつどのタイミングで撮るのか。そう、うん、ほんまやね、昔のね、コンビの時の写真やからね、はい、千葉兄さんも今もメガネじゃないイメージの方が強い、ね、そうやね、メガネじゃないから、うん、うん、そうそうそう、あれは金成さんのなんかイメージが残ってるの で、ね、今はもう千葉公平としてメガネかけてませんので、ちょっと新しいのがちょっと楽しみですね。これ楽しみですよ、写真になるか、じゃあね、ほんまにいろいろこうやって4枚新しくなりましたんで、はい、4人の方が、皆さんね、ぜひ知らない方は見に行ってみてください。それいろんなザインの写真もね、見たらもうこれ楽しいと思いますんで、はいはい、あの人全然変わってんなとかめっちゃありますからね。そうですね、うん、割とこう、なんか女性陣はいいですよね。女性陣めっちゃいい、そう、男性陣がちょっとそうやな、俺もちょっと、ね、俺もちょっと今度ふざけてみようかな。怒られるんかな。いけます、ミーナさんのキャラクター。俺ね、やっぱチャーリーさん大好きやから、はい、俺もうこれを受け継ぎたいのよ。え、これで撮るんですか。
ね、俺もいつか撮ろうと思ってんねん。俺今、いいかもでも俺今座員の皆さんでなんか新劇今日どっかの営業でしたとか、はいはいはい、まあ言うたら、祇園花月の出番今週これですけど、もう今こうしてますね。私もほとんどこれしてるんですよ。わもうこれはもうチャーリーさんやっぱ尊敬してますんで。なるほどね。そうなんですよ。いつか僕宣材写真変わるときこれでいきますから。こう、はい、やっぱこうね、格好も、うん、コミカルにしないと。ほんまやな。ほんまやな。メガネちっちゃいの。いや、なんでメガネせなあかんねん。チャーリーさんや。チャーリーさんのモノマネしてる兄弟がそうやん。ダメです、それは。それは怒られますからね。これだけちょっと食って、まあ男前にこうやってカッコつけるのは分かりませんけど、これでいきたいと思います。落ちそうですね、おじさん。ほんまやな。ぜひ楽しみにしてください。さあ、というわけで、また来月、はい、ランキングトークよろしくお願いします。お願いします。今日のゲストは服部英子ちゃんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも最後まで見ていただいてありがとうございました。さよなら。さよなら。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな哲郎でございました。